こんにちは、たかしです。今日はこんなタイトルです。僕の YouTube 動画アップまでの、準備と流れ。普段、YouTube をこんな風にこう流しているんですけれど、その動画撮影をしたり、まあ、編集をしたりとかっていう作業が出てくるんですけれど、それをどんな風にまあ一日のその日々の業務の間をこう縫ってですね、効率よくまあ開けてるかっていうところを、僕のやり方なので、あの100点満点じゃないと思うんですが、まあ参考にしていただければなという感じです。で、後ろに書きました。僕の場合、まずこれ丸1番目、とにかく撮れる時に撮っておくというところで、まあ、時間が少しこうパッと空いた時とか、隙間時間を狙ってですね、動画、しかもその撮りたいと思うその瞬間、あの来る時、降る時もあるわけですよ。降ってくる時も、あ、これ絶対撮っておきたいね、まあ、とにかくですね、そういったタイミングでバッと、もう今もまさにそうなんです。バッとちょっと時間がある瞬間にバッとこう撮ってしまう。とにかく撮っちゃうんですよ。この撮影しないことにはネタがないことには、YouTube アップできないじゃないですか。まあ、撮っちゃう。とにかく撮っちゃうんです。で、撮りためておく。で、その撮りためておいたものを、まず僕の場合は、まあ、SD とかもそうなんですけれど、まあ、大体MacBook Pro の中に全部動画をこう編集前のものですね、一回ストックしておきます。で、丸2、動画撮った瞬間にすぐ編集できるかって言ったら、まあ、時間のいろんなその隙間時間でこうババババッとこう作業していくんで、まとまってやれる時間っていうのも、じゃあそう毎日あるかって言ったら、そう毎日もなかったりするんですよ。じゃあどうしてるかというのがこの丸2番、編集できる時にさっきと一緒ですね、しておくんです。で、編集も、まあ、パパッとやっちゃえば別に3分4分5分ぐらいの時間なんで、それもね、やれる時にどんどん編集して、で、僕の場合、前回もあのいつもお伝えしてるかもしれないですけれど、 Mac の標準ソフトで入ってる iMovie っていうソフトでちゃちゃっと簡単にこうやってるんですが、その iMovie のソフトの中に編集したものをどんどんストックして、いつでもアップできるような状態でスタンバイして、いくつもねコンテンツを実は置いておいてあるんです。そして3番目、これです。出せるタイミングで出していく。表にいたり、会社の中にいたり、まあ、いろいろあるんですけれど、 YouTube にアップするときって Wi-Fi の環境がないと、わっとやっぱり入っていかないので、その環境がちゃんと整ってるタイミング、しかも少しまとまった時間がないと、わっと綺麗にアップしていけないので、そのタイミングを見計らって、その iMovie の中に、まあ、大体3つから5個ぐらいはコンテンツが僕実はストックしたんです。それを、あ、今日はこれがいいかなみたいな感じでアップさせていくんですけれど、そういう感じなので、この1,2,3 までのところを一気に固まった時間でやっちゃう時ももちろんありますよ。だけどなかなかそういう時間ってないので、ところどころの、まず撮る、編集する、アップするっていうのをもう細切りみたいな感じにしておいて、その都度そのタイミングでバッバッバッと上げていくみたいな、そんな感じなんですよ。まあ、もっといいやり方とかもあるのかもしれないですけれど、僕が今やっている方法はこんな感じです。ご参考にしてみてください。ありがとうございます。